お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんすけど、今日はね、こちらのスケラフリーズデッキを紹介していきたいなと思います。というわけで、たまにね、こんな形のスケラフリーズを出しているんですけど、なんかエレキだったり、インドラの枠とかかな、アイスイズの枠がエレキだったり、あとバルキリーの枠がダクプリだったり、あとはロリババだったり、なんかいろいろ変わります。なんでこう結構ね、1枚2枚は自分の好きな方にいじっちゃっていいかなと思うんですけど、今日はねこの形でやっていきます。まあロイホクがちょっと多いのと、まあ対マジアチャ用って感じのなんか硬いやつぶっ込んだデッキみたいな感じでございますね。はい、というわけで、まあやっていくんですけど、スケラフリーズですね今回は。皆さんスケラフリーズに対してどういった印象を持ってるのかわかんないんですけども、結構コメント欄とかでね、フリーズ動画出した時に言われるのが、なんかスケラフリーズってスケラポイズンに相性悪いみたいなことをこうコメント欄でよく見かけるんですよね。なんですけど、それですね、非常に間違っております。ぶっちゃけ相性五分までありますね。てか相性いいんじゃねえかっていう可能性もないことはないですね、正直。まあスケラフリーズがスケラポイズンに相性悪いっていう理論は別に僕は分かんないことはないんですよね。だってスケラ打った時に毎回防衛ポイズンされたら、こっちのスケラは取んないじゃんみたいななるじゃないですか。でもだからね、フリーズが働かないみたいな、まあそういうのはね、非常にわかります。まあそう、普通に考えたらそうなんですけど、まあこれはそれはなんかスケラとフリーズ、スケラとポイズンだけで考えた時に、まあ、そうなっちゃうんですけども、こうスケラフリーズデッキの特徴的な部分ですかね。やっぱこう、やっぱ徹底して防衛ポイズンされると勝てないってなると、もうそんな雑魚になるんですよ。スケラフリーズっていう戦術がもう雑魚戦術になっちゃうじゃないですか。なんで基本的にスケラフリーズのデッキには硬いユニットがいっぱいいます。こういったベビドラとかボーラー、インドラ、アイスイズ、エレキとか、こう相手にスペルを打たせたいとか、打った時に残るね、こんな感じのユニットがいっぱいいるんですよ。まあ、こうすることによって相手がね、攻め、防衛ポイズンとかずっと徹底した時に、こういったユニットがね残って、あ待って、もったいない。もったいない。おばあさん出ちゃうんよ。これでも結構ダメージ入りましたね。あのルビートレネで金起動できるけどな。やっちゃおうかな。いやー、一回待ちますか。HP 少なかったっすね。いやー、で、エレキですね。これエレキちょっと厄介なんで、しばいちゃいますね。エレキ来るんで、これ全トルネゲーします。これ全トルネゲーして、OK。そう、スケラフリーズデッキの強みはね、これユニット対決がね、よく起こりますね。なんで、こういうユニット対決を制して、こう、打つと相手は防衛ポイズン。そしたら、こうユニットがやっぱ残るんですよね。これの繰り返しで、逆に相手はポイズン使うと、ここのユニット全部残るんですよ。これ僕のこのユニット。わかりますかね？これが全部残るんで、ここ相手が打ってきても攻めポイズンできないし、みたいなね、感じですよね。あ、これ止めればよかった。で、もし、まあ、エレキとかね、出されても、結局このね、ユニットが残ってるんで、勝ち切れるっていう感じですね。なんで、意外と、こう、スケラフリーズの方がね、若干相性良かったりとかもしますね。なんで、まあ、正直、スケラフリーズは、こう、スケラを刺すというよりも、この周りのユニットですね。この周りのユニットを、どう、こう、残していくかとか、こう、相手にプレッシャー与えていけるかみたいになってきますね。なんで、こういう、もう、このユニットで勝てますね、正直。あ、ボーラーが。コロ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 ン。はい。っていう風な勝ち方になることが多いですかね。なんか、ユニットいっぱいいて、ユニットにもう困ったから防衛ポイズンとか、まあ、スケラに防衛して、ユニットを貯めてみたいな感じなので、まあ、スケラポイズン対スケラフリーズで、スケラフリーズの方が相性悪いっていうのは、まあ、間違ってますね。まあ、デッキの方によるんですけどね、結局。なんか、スケラポイズンでも、フリーズでも、なんか、クロスには結局きつかったり。でも、なんか、形によっては戦えたりとかもあるので、なんか、それは本当に、高回転のスケラフリーズだと、
なんかには絶対勝てないとか、まあクロスとかかなには絶対勝てないですけど、こういうちょっとボーラーとか重めのユニット、まあもしこれにタルボボとかかね、あればクロスにもね、こうワンチャンがある、最後のフリーズ、不意打ちフリーズで一発決めるみたいなこともあるんで、結局中身によってすごい変わるんですけど、基本的なスケラフリーズの方はこういった重め系のね、フリーズなので、あと重量級には強いですね。重量級には強くて、まあそんな感じですかね。あとフリーズだとスパーキーとかを固められるので、スパーキーにも別にそんな弱くはないと思いますね、個人的。これちょっとミニペックから処理しちゃいましょうか。あー、めっちゃいいインドラじゃないこれ。でこれゴーレをキング起動しちゃって、よいしょ。え、待って待って、キング起動俺下手だった。さった、あ、でもこれいくんじゃない。うえい、ボーラー OP、 初めて言ったわ。でもボーラー OP なんてさ、ゴレミニピビザードですね。一回ここは後ろから行きつつですが、打っちゃいたい自分がいますね。ですがダクニエ、ダクニエがいるのでゴレフタワンチャン。うん、そうそうそう、ここはこれユニットをね残すっていうか、ユニットでもプレッシャーを与えていくっていうのがね大事かな。これ打っちゃいますね。おお、山岳か、三角か。打ってもよかったかな、ぶっちゃけ。まあまあまあ、焦る必要もないよねと。これあれっすね、トルネだけで両方処理できますね。ザップ来たら、危ねえ。で、あとは後ろからガイモですね。まあなんかトルネロケットとかされたら萎えますけど。で、相手の声のウィザードは、まあ、トルネで全部まとめちゃってね、処理したいと思いますね。これインドで早めに溶かしちゃおうかな。で、もう内側トルネっすね。ああ、そっちか。まあ、そこでも、結局、こう、トルネで、ベビとボーラーとアイスイズの全範囲でしばきます。そうすると、ユニットが残ります。これに、もうユニットつけるだけっすね。僕はぶっちゃけ。よいしょ。スケラー撃てよって今、思ったかもしれないんですけど、その通りっすよ、マジ。撃てよって、自分でも今思いましたもん。なんですけど、撃たねえんだよって。よいしょ。まあ、こうユニットでね、ちょっと攻めたくなっちゃうんですね。すぐこういうおしゃれなことしたく。よいしょ。でも、全然入らない。まあ、でもこんな感じですね。で、ここで余裕があれば、ここでスケル打つみたいな。まあ、今、相手三角を使ったんで、まあ、使ったけど、もう一回後ろから作っていいっすね。これをすると勝てます。で、相手が今んとこザップしか出てないんで、ザップしか出てないから、これダックプリのフチリ怖いっすね。うん。おーん、ごーい、ごっつ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 い。ウィザードごっつい。ま、ですが、そうそうそう、流れは僕に来ていますね。言います。そろそろ、打てよって思ってるかもしれないんですけど、打ちますね。ここ本当は攻め取るにしたいですね。攻め取るねからのフリーズとかね、できるとすごい理想なんですけど、相手3ここが遅れて出るんで、これコスト3で出してるんで、これでパッキンしちゃって、終わりかな。はい。ってな感じで、もうユニットのご利用しですね。スケラーフリーズだけど、まあ最後はスケラーが落としたんですけど、まあなんかあのユニットで攻めるイメージを持っといてもらうと、こう、なんか普通のデッキ、でも、なんかこう、メインのユニットで攻める、まあホグとかジャイとか、まあジャイデッキとかよくあると思うんですけど、こうやっぱジャイを通すデッキ、じゃなくて、まあ、ゴレもなんですけど、ゴレを通すじゃなくて、ゴレ以外で、こう、押し切られることがよくあるじゃないですか。ダクネランバーベビーとか。うわー、もうこれ止まんねーよーみたいな。あんな感じですよね。なんか、プリンスエレキメガゴが来て、おはん、これ、周りのカード強いじゃん。みたいな、そんな感じですよね。なんで、こう、周りのカード強いやつを、こう、どう、なんていうんですかね、攻めで、プレッシャーをかけていくか、みたいな。感じですね。そこで相手にユニット探してコスト使わせて、そこでスケラを打ってみたいな感じなので、ちょっとね、こう、周りのユニットの生かし方であったりとか、まあ、防衛のね、ちょっと、技術面とかね、フリーズデッキとかだと、ちょっとね、うまくなるんじゃね的なね。部分がありますね。まあ、あとは、相手のユニットもしっかり把握しないといけないですね。三角とか持ってる時に普通にスケラ打っちゃうと、もうなんか余裕で完封されちゃうんでね。まあそれはスケラ、あ、待って、これやべえ、キン起動だ。待って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 、やべえやべえ。ちょっと待って待って。
まあでも、まあ、スケラフィリスの、強み。キングキド関係ねえですから。パッキンしちゃえばね。うん、正直、くっそ辛いですけどね。ワンチャンビビ、あ、いやー、パッキンしちゃったところでしな。ウォールブレイカー来るかな。うん。あ、これあれだ。一発。うい。来た。ウォールブレイカー一発で耐える。で、キング起動していきますね。さすがにやられたらね、やり返せないと。ボーラータワーに行け。ボーラーこれでもタワーに行くんじゃね。あー、そっちじゃねー。ですが、相手は、コウモリとかがあるかな。すごい。あ、ロケ。ロケだ、これ。ロケか、ポイズン。ワンチャンケツボーリーした時にロケティーナちゃん来るかもっすね。今、ゴブリン咲いたな。ゴブリン咲いたので撃っちゃいます。ワンチャン？おー、すげー攻めてくるな。これニコスウォールブレイカーとか来たらちょっと辛い。あ、で、このアイゼナデッキは僕もちょっと使ってたんですけど、スペルがトルネロケかトルネポイズンなんですよ。なんで、スケラ撃つだけだるいんですよね。相手からしたら辛いと思いますね。あとはインドラも辛いと思うので、相手の弱点を知っている男。あー、ロケットでしたね。ということは、スケラフリーズ撃てば撃つだけ刺さります。まあ、ですが、キング起動されてるし、ゴブリンも持ってるのは、そこはちょっと辛いですけど、で、ディガーウォールレイカー来るんで、バルキリー構えちゃって、こっちか？今、ロケット咲いたから、ユニット固めていい。うん。撃っちゃいまーす。うん、これ一回捨てちゃいますか。で、ちょっと高めにね、これロケット当たるか、この位置でも。うん。これは、タワーが殴り始めてから遅めトルネすれば、あー、一発入るんけい。さっさっさ、これもうね、インドラとベビー相手地獄級ですから、これ。地獄級ですよ、もう、つらい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 って今言ってます、相手。で、まあフリーズでもして、しとけばなんとかなるでしょう。あ、これバルキリーがね、範囲攻撃に巻き込まれることを俺狙ってた。実はね。まあ嘘なんですけど、よいしょ。バルキリー構えて、これ完封できますね。1回目からの、後ろ向き！ナイス！大体インドラ辛いんでインドラつけて、ベビドラも辛いんでベビドラつけて、まあなんかユニットでご利用しまーす。非常に雑な攻めをしていますが、これだけで相手はマジ辛いです。ゴブリン厄介ですね、マジ。あれ？タイブレーカーになると、相手の、おえ、やべえ、来る。攻め取るのとか来たらやべえ、これ。さすがに大丈夫。おい。あ、待って、ミスった。そんなところに俺はトルネードを咲かない。さあ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 。え、効きますね、これ、ワンチャン。2周目が。おえ、怖え。怖えよ怖えよ助けてよ誰か。あ、これもう速攻とか速攻とかすくんな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 来ちゃったよ、マジで。もう来ちゃったよ。一回フリーズします。そうそうそう。いやでもなんか、ありそうありそう。全然いけ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 そう。俺はこっちにやって。俺こ、お、待って、4と4と4と今。あ、待って、スケラがねえ。なんで？あ、撃った。今俺撃ったわ。待って、スケラがねえよ。やべ、フリーズがねえんだ。相手の D がね、さっきからね、ここ、もう当てちゃうから、俺ぐらいになると。あ、スケラ欲しい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 。でも、おー、待って、また読んだ。まあ、たまたますっげーたまたまなんだけど、まず、ゴブリンサイドね、勝った、みんな。やっと勝った。パッキンして、で、ウォールブレイカーも来ますかね。あー、まあ、相手スケラ撃たれるだけ辛いですね。撃たれるだけ辛い。で、適当にインドラも出して、ベビーも出して、5コススケラ打って、僕の負け筋としては、相手のウォールブレイカーが止まんないので、ウォールブレイカーさえ入れなければ僕は勝ち。あ、待って、ロケット来る。やべえ、ロケット来る。待って。あ、待って、でも、あ、ベビー入る。うん？勝った。危ねえですね。まあ、ですが、イモリでは強いのと、あとは、あれですね、今回ちょっと攻め方がなんか、もうおかしかったんですけど、僕のね。相手がアイスイズしかいないんですよ。これ見てもらえればね、わかるんですけど。そう、僕の、まあ、ベビドラとインドラに対してアイスイズしかないっていうので、もう単体で始めから出すだけで、まあ、相手は受けがきついよっていうところで、結構ね、単体、端っこの方にね、真ん中だとボムターに行かれちゃう、なんかね、いい感じにとか、
タワー両サイからやれちゃうので、隅っこにねベビーとかインドラ出して、なんかロケット打たしたりとか、相手にユニット咲かせてみたいな立ち回りをね、まあ、してましたね。なんかいろいろやったってますが、まあ、そんなところでスケラフリーズがスケラポイズンに相性悪いっていうものは存在してません。 A 相性五分かワンチャンスケラフリーズの方が相性いいかな。まあ中身にもよりますね、本当に。なんでまあ良ければね、スケフリー使ってみてください。最後のワンチャンの大逆転とかあって、僕はスケラポイズンよりも圧倒的フリーズ派です。フリーズかっこいい信者です。一番大好きなスペルはヒールでした。お疲れ様でした。